アルフレッド・アルアンサーは、アメリカの元レーシングドライバー。アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ生まれ、ボビー・アンサーの弟であり、アルアンサー・ジュニアの父親でもある。息子アル・ジュニアのデビュー後は、アルアンサー・ SR として紹介されるようになり、またビッグ・アルの愛称で親しまれた。彼は、インディ500で4度の優勝を遂げた3人のうちの1人であり、 また兄弟息子と共に同レースに勝利した唯一のドライバーである。アンサーはインディ500において通算646ラップリーダーを誇り2005年現在の最高記録を保持している。彼はインディ500の連続優勝経験者5人のうちの1人でもある。アンサーは1970年、1983年、1985年にチャンプカーで チャンピオンに輝いた。1998年には国際モータースポーツ殿堂入りを果たした。アンサーはニューメキシコ州アルバカーキで生まれた。父親のジェリー・アンサーと2人のおじ、ルイスとジョーはレーシングドライバーであった。コロラド州で毎年開催されていたパイクスピーク・インターナショナルヒルクライムには1926年から参加していたという。ジョーアンサーは アンサー家の中で競技中に死亡した最初の人物であった。彼は1929年にデンバーの高速道路で FWD のコールマンスペシャルを試乗中に事故死した。あるの長兄、ジェリーは一家の中で初めてインディアナポリスモータースピードウェイを走行した。1958年のインディ500で予選23位、決勝31位を記録する。 しかしながら、翌年のプラクティスでクラッシュ、その負傷が原因で死亡した。時系のボビーは1963年に初めてインディ500に出場。1968年には優勝を果たし、一家の中で初めてインディ500を制した。1983年、息子のアルアンサージュニアが初めてインディ500に出場した。アルは1957年。 18歳でレースを始める。当初は改造したロードスター、スプリントカー、ミジェットカーで競争した。1965年に初めてインディ500に参戦し、9位でフィニッシュした。1967年にはユサック、ストックカーディビジョンに参戦し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。兄、ボビーの優勝の2年後である1970年、あるは、 インディ500を制した。レースでは200ラップ中190ラップをリードし、平均速度は155.749マイル、毎時であった。迅速なピットストップが勝利の要因であった。そのシーズン、彼は、オーバル、ロード、ダートコースで10勝を挙げ、ユサック、ナショナルチャンピオンシップを獲得した。翌1971年もインディ500を制し、5位からスタートして、 平均速度は157.735マイルパーアワーであった。1972年は3連覇を狙ったが、マークダナヒルが優勝し2位に終わった。ありがとうございます。